はい、皆さんこんにちは、品川です。本日は長崎の観光名所メガネ橋周辺を散策しつつ、おすすめ見どころスポットなんかも紹介していこうと思います。で、今はメガネ橋電停、あの路面電車の電停の前にいます。地図でいうとこの辺りです。今日はね、ここからスタートしていこうと思います。で、観光とかで来られた方は、まあ、結構長崎市内コンパクトにまとまってるんで、いろんなところから歩いてメガネ橋来ることもできるんですけど、まあ、路面電車を使う場合は今の路面電車のメガネ橋電停を使うとすぐね歩いてやってこれます。で、電停を過ぎてこっちの方、中島川っていう川にねメガネ橋はかかってるんですけど、川沿いの方に出ていきます。はい。で、今川の方にねやってきて、今目の前に映ってる奥の橋がメガネ橋なんですけど、一旦中島川沿いに出てきました。で、ちなみに今渡っているこちらの橋は常盤橋という橋になります。この橋は常盤橋と言います。で、実はこの常盤橋というのは、長崎に原子爆弾が投下された際に、長崎での第一目標になっていた橋ですね。そう、最初はあの福岡のね、小倉が第一目標だったんですけど、小倉が天候不順で投下できなくて長崎に移って、本当はこの辺りに、落とす予定だったのが、ちょっとずれて北の浦上というエリアに原爆が投下されることになってしまったんですが、その長崎での最初の投下目標地点がこのエリアです。そう、このエリアは結構長崎市街地中心部の近くにもあるエリアで、あのアーケードとかね、本当中心部っていう感じなエリアがこの辺りになります。で、近づいていきます、メガネ橋に。ちなみにこちらの京楽園さん、ちゃんぽん皿うどん京楽園って書いてありますが、僕も結構食べに行くお店で、ちゃんぽんも皿うどんもどっちも美味しいです。そう、かなり具沢山で、あ、かなりお腹いっぱいになるかも。そう、まろやかなクリーミー系かなな味わいで、かなりね僕は好きです。そんな京楽園さんを過ぎ、はい、でメガネ橋に行くんですけど、そう、メガネ橋が一番綺麗に見える手前の橋からメガネ橋を見ていこうと思います。で、メガネ橋に行く前に一つ面白いスポットがあるので、ちょっと寄り道して、ちょっとだけね寄り道して一つご紹介したいのがあって、もう目のメガネ橋はねすぐそこ目の前なんですけど、ちょっと寄り道すると、そう、このね中島川沿いって、このね脇道に入ると結構面白いお店とか美味しいお店があるんで、こっちの散策もおすすめなんですけど、一つ面白いのがね、はい、こちら今日はねお休みなんですけど、お曲がり猫神社っていう猫にねまつわる神社があります。そう、面白くないですか、お曲がり猫神社。はい、ちょっと見てみましょう。はい、長崎は日本一お曲がり猫かっこ鍵しっぽの猫ちゃんの町だそうです。しっぽで幸せを引っ掛けてくる幸運の猫ということで、そうそう、長崎はですね、あの非常に猫が多い地域なんですけど、その中でも尻尾がお団子状になってたり曲がってたり、こう鍵の形してるね尻尾がすごい特徴的な猫ちゃんがいて、それをお曲がり猫って言うんですけど、のお曲がり猫にちなんだお曲がり猫神社っていうのがありましたね。で、はい、やってきました。はい、こちらがメガネ橋でございます。よいしょ、こんぐらいのアングルが一番綺麗に見えるかな。はい、川の水面に橋が反射してメガネのように見えるからメガネ橋という愛称で親しまれています。作られたのが1634年とかかな、17世紀の序盤に作られた、あの日本最古のアーチ型の石橋っていう風に呼ばれてます。そうで、ね、皆さん記念撮影するときはこの橋の上から普通に撮ったり、あとね、ここに立ってあの写真撮られるんですけど、ちょっとあの石のところまで行ってみましょう。結構ね、学生さん、卒業する学生さんが思い出写真撮られてたり、旅行客の方が撮られてたり、あとは新婚さん、これからご結婚される夫婦さんがなんかね写真を撮ってたりしますね、あの石場に立って。
そうなんですよ。はい、よいしょ、行ってみましょう。だってね、降りれるんですよ。降りてここまで向かってきます。ちなみにこの降りたところにハートストーンって言って、このね、石垣っていうのかな、壁の一部がハートの形になってる石があるらしいので、あのね、気になる方は調べてみてください。長崎のね、中島川ですごい好きなのがね、これ多分サギっていう鳥だと思うんですけど、すごいなんか、なんていうんですかね、堂々とした感じで、すごいシュッとね、このサギが川沿いにいるのがね、個人的にすごいね、好きです。海前磁石って言うんですかね。ちょっと遠くに飛んでいってしまいましたが、あのサギが面白いんですよ。で、はい、こんな感じで、石の飛び石っていうのかな、あるので、よいしょ、歩いていきます。皆さん大体この辺りにね、立って、向こうの今、橋、カメラ構えてる方もいますけど、あの辺りから写真撮ってますね、ここで立って。で、ここから、メガネ橋見ると、こんな感じ。はい、今日はね、天気も良くて、非常にいい感じのメガネ橋です。でね、メガネ橋上から見るのも面白いんですけど、下から見るとね、また見え方が変わって迫力があって面白いですよ。ハトもいますね。この辺りはですね、サギもいればハトもいればトンビもいるし、猫もたまにいる、そんなエリアです。下から見るメガネ橋はこんな感じです。そう、その17世紀初頭、それ以前、この石橋ができる前って木の橋っていうのかな、木でできた橋とかが結構ね、ここにかかってたんですけど、中島川に、まあ、やっぱ長崎ってこう、実はですね、水害というか洪水とか、この川が氾濫することが結構多くて、毎回ね、その木で作った川が流れちゃうっていうので、町の人が困ってたんですけど、その時に中国から渡ってきた、あの、そう、お坊さん、僧侶さん、僧侶じゃないな、なんて言うんだろう、お坊さんで合ってるかな、の木須如蔵さん、木須如蔵さんっていう方が、この石橋を作ってくれました。当時で、なんて言うんだろう、当時ね、中国のすごい進んだね、石橋を作る技術を用いて、あの超ハイテク技術を用いて作られたそうなんですけど、多分当時の町の人にとってはかなりね、驚きだったと思います。いきなりこんなどでかい石の橋がかかるのが。そう、今風に例えると、なんか上海から来た AI エンジニアが 3D プリンターを用いて無人でドローンとかで測量しながら橋を作っちゃうみたいな、そんぐらいのテクノロジーに対する衝撃度合いみたいなものは、長崎の町の人にね、多分あったんじゃないかなって思います。で、ね、実際にね、橋が架けられてる様子とかを描いた絵がね、残ってまして、長崎の歴史文化博物館という博物館に行くと見れたりするんですけど、このね、メガネ橋の建設途中の様子を、そうそう、それとかもね、見ると面白いかもしれません。そう、さっき言ってた木須如蔵さんという方はこの方です。メガネ橋かけてくれた方、はい、木須如蔵さん、はい、1634年ですね。はい、この先に興福寺っていう唐寺、あの唐、中国のね、中国風のお寺が、大漠州のお寺があるんですけど、その僧侶さんだった木須如蔵さんですね。で、そんな感じでメガネ橋を見てきたんですけど、はい、この辺りでね、あ、そう、ベンチとかもあるんで、まったり過ごしてもいいですし、でね、もう一個ね、メガネ橋来たら遊びに行くと面白いのが、こっちの方に入っていくと、あ、この川沿いもね、いろいろお店があって面白いんですけど、このマンジュンさんっていう、よりよりっていうね、硬い、あれなんて言うんだろう、硬いお菓子有名なマンジュンさんもあるんですけど、一本奥に入って中通り商店街という商店街が近くにあります。そこがね、あの長崎地元の方も日常使いで使う、暮らしのね、雰囲気がある商店街なんですけど、観光客の方が来ても面白いし、観光客向けになんかこうお菓子とかお土産とかも売ってるような、そういう商店街がありまして、そう、中島川とかメガネ橋来たら、ぜひね、ここも寄ってお散歩していただくと面白いんじゃないかっていう、あの中通りを最後紹介したいと思います。そう、お昼ご飯食べるところもあれば、カフェもあれば、
ちょっとつまめるお菓子屋さんもあるし、お土産買えるところもあるので、どんな時間帯に来ても結構ね楽しめる。はい、これね、岩永梅樹軒さんっていう和菓子屋さん、すごいですよね、風情があって買ったり、その隣には洋菓子のねお店、ここはノスドールっていう洋菓子屋さんなんですけど、ここのねオランダせんぺいっていうあのカリカリのクッキーだったり、このねスフレ、すごいね美味しいスフレがあったりします。あのこの中通りに関しては以前詳しくまとめた動画があるので、そうこんな感じで作ってます。概要欄にリンクを貼っているので、気になった方はそちらもぜひご覧いただけると嬉しいです。はい、ということで本日は、メガネ橋、中島川周辺、そして中通りも最後ちらっとお散歩してご紹介してみました。いかがだったでしょうか。何か気になることとか感想があれば下のコメント欄からいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録とグッドボタン押していただけると非常に励みになります。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。でまた。